こんばんは、タクナムです。やっとですね、こちら J リーグ指名契約が登場しました。待ってました。指名契約で登場した J リーガー11選手の、能力値解説とか起用法解説とかやっていこうかなと思います。で、あと指名契約ちょうどね、こちらの方にもですね、南野さん登場してますんで、南野さんのおすすめ育成もこの動画で最後に紹介していこうかなと思いますんで、ぜひ最後まで見ていってください。で、あと今日のアップデートでね、こっちですね、 J リーグエピックも来てて、高原さん初登場、ジーコさんが登場してきました。で、中身はね、東日本のハイライトたちが、登場してます。これはちょっと別動画でね、また一本紹介していこうかなと思ってますんで、その動画もぜひ見てください。まずはマリノス松原選手ですね。身長180センチ、右利き、攻撃的サイドバックの選手となっております。正直本適正右サイドバックだけっていうのは少し寂しいですね。このね、能力とかスキル的に見たら、右サイドハーフに本適正追加できたら結構輝きそうな感じがします。ベルディ戦のね、逆足効果はめちゃくちゃゴラッソでしたからね。正直ディフェンスで使うってなると守備数値ちょっと物足りないっすね。ただこういうパス数値とかスピード瞬発とかしっかりあるんで、で、しかもピンクロとかコンカとかもあるんで、本当にね、この数値であれば右サイドハーフで使いたいっていう印象です。で、これがハイライトの松原選手の比較ですけれども、全体的な能力見ると今回の方が高くなってますし、スキル面結構良かったりするんで、そのまま乗り換えちゃってもいいかなとは思います。ただハイライト版のね、スキル追加とか結構成功してる方とかは、そっち継続で使ってもらえればいいかな。守備系スキル豊富につけれてる方はハイライト使ってみてください。続いて宇佐美選手ですね。身長178センチ、右利き、ラインブレーカーの選手となっております。町田戦のフリーキックめっちゃうまかったっすよね。で、ポジション適正の幅めちゃくちゃ広いんで、使いやすさはありますね。1年前ぐらいに来てたね、宇佐美さんもすごい使いやすかったんですよね。で、決定力結構高いんで、やっぱ CF で使って右足持ち替えてのコンカとか、斜めに入ってアウトスピンとか結構決めやすいタイプだと思います。J イベとかだったら結構ね、無双するんじゃないかなってぐらいシュートはバコバコ決まりそうな感じです。ワンパとかスルーパスとかもあるんで、人を試して味方生かすとかも結構やりやすそうですね。過去版のね、宇佐美さんとの比較ですけれども、こう見ると過去登場した宇佐美さん強えな。契約更新とか余裕にできる方は、過去版持ってればそっち使った方が良さそうですね。続いて初瀬さんですね。身長180センチ、左利き、攻撃的サイドバックの選手となっております。やっぱね、初瀬さんはね、毎回言うんすけど、左サイドハーフとかで使った方がバチバチに輝きます。やっぱりスピードとか活かしながら縦突破してってピンポイントクロス、これでね、結構アシストは量産できます。正直ね、サイドバックに置くってなると守備数値は低いっすね。で、スキルもね、ダブタとかピンクロとかスルパーあるんで、よりね、左サイドハーフで使ってもらうのがおすすめです。ほんと一発目の指名契約のね、初瀬さんとの比較ですけれども、これはね、もう確実に乗り換えちゃって今回の使ってください。で、これがね、2回目に登場した指名契約初瀬さんとの比較ですね。前回の初瀬さん持ってなければ今回新たに獲得していいと思うんですけど、前回の持ってれば無理にね、指名契約権使わず、他の選手に指名契約権回してもらってもいいかなとは思います。続いてサビオですね。身長175センチ、右利き、二跳びの選手となっております。京都戦のゴールマジやばかったっすね。生で見たけど震えた、やばい。ただね、能力値ね、もうちょい上げてほしかった感は強いっすね。ポジション適正の幅広いんで使いやすさはあります。ある程度中央とかでこねりながらラストパスでラインブレーカーとか生かすのが良さそうっすね。OMF とかで使ったりすると中央から絶妙なタイミングで飛び出してはくれるかな。スタミナちょっと少ないのは寂しいですね。スキルはね、ダブタとかコンカ、ワンパ、ピンクロ、足裏とか結構いいスキルはついてますんで、ドリブル好きな方とかは剥がしながらチャンスメイクしていく使い方がやりやすいと、使いやすいと思います。前回登場した指名契約サビオと比較すると、今回の方をね、新たに獲得して乗り換えちゃっていいかなと思います。ハイライト持ってる方は今回の指名契約無理に獲得しなくていいと思います。で、続いてジャーメイン選手ですね。身長182センチ、左利き、ラインブレーカーの選手となっております。今年ね、ゴール量産してますね。得点を狙えちゃいますね。正直ね、決定力もっと上げてほしかったんですよね。82はちょっと少ないかなと、低いかなと思います。スピードとか瞬発とか生かしたラインブレイクなんでね、OMF とかにパス上手い選手起用してあげるのが一番輝きますね。
まあ、スタミナは少ないですけどスーパーサブ持ちなんで後半の切り札として使ってもらうのが一番おすすめです。まあ、身長182センチですけれどもヘッダーやバトルあるんで、まあ、サイドにねふわっとしたクロスとかピンポイントクロス上手い選手起用してあげれば頭でもね得点を狙えるかなと思います。続いて長石選手ですね。身長191センチ右利き、攻撃的ゴールキーパーの選手となっております。まあ、過去登場したね指名契約長石選手は能力値以上に強かった感じがしたんで、まあ、今回の長石選手も結構期待できます。まあ、キーパー系数値すべて80超えてるのは結構いいですね。でしかも大型キーパーなんでちょっとね隅っこのボールとかも届きやすいイメージあるんで結構期待はしてます。で低弾道パントも持ってるんでカウンターにもつなげやすいタイプですね。で前登場した指名契約との比較ですけれどもキーパー系数値今回の方が圧倒的に強化されてますんでぜひ乗り換えて使ってみてください。続いて大橋選手ですね。身長181センチ右利き、二跳びの選手となっております。顔の印象的にね180ありそうな感じはしないんですけどね。オフェ線めっちゃ高いし足元の、ね、ボルコも超高いし決定力も高くてヘディングも安定した数値あってスピード瞬発も80超えてくる、これ強いっすよね。ゴール前でのポジショニングとか動き出しはねめちゃくちゃいいと思います。まあ、OMF とかサイドにパス上手い選手クロス上手い選手いればめちゃくちゃ得点量産できるんじゃないかな。でスキルもねワンシューとかヘッダーエアバトルあるのいいっすね。でスルーパスもあるんで、まあ、自分が得点狙うだけじゃなくて味方も生かしていけるっていうところ大橋選手ね自分でゴールも取れてアシストもできるすごい強い選手かなと思います。これが一番最初に来た指名契約大橋選手の比較ですけれども基本的に今回の乗り換えでいいと思います。これが2回目登場した大橋選手ですけれどもこれも乗り換えちゃって大丈夫です。でこれがねハイライトで登場した大橋選手ですけれどももうスキル追加とかポジション追加とかで結構いい感じに育成できちゃった方は無理に取らなくていいかな。続いて秋山選手ですね。身長176センチ右利き、プレーメーカーの選手となっております。まあ、基本的にある程度ボールも運べてパスで味方を生かせるししっかり中央で、しっかり中盤でカットして味方も生かせるっていう感じなんですごいね中盤でバランスを取れた選手かなと思います。まあ、ワンパとかスルパとかバックスピンロブ、まあ、パス系あるんである程度運びながらチャンスメイクしていく使い方がいいかなと思います。高めの CMF とかで使ってあげてもいいかなと思います。で過去登場したねハイライトの秋山選手持ってればハイライトの方がね結構守備強度高く中盤で奪いながら前進できると思うんで、まあ、守備重視の方は前回のハイライトそのまま継続して使ってもらえればいいかなと思います。続いて荒木選手ですね。身長170センチ右利き、二跳びの選手となっております。 FC 東京来てから大活躍してますね。やばいっすね。ね、足元系数値も高いんで高い位置で細かい仕掛けとかもやりやすいしカットインして味方生かすのもうまそうだしシュートも狙っていけるっていう感じで今回の指名契約で結構当たりかなと思います。まあ、瞬発も80乗ってきますね。まあ、フィジカルボディバラあたりが、若干低め、まあ、高めではないんでゴリゴリのディフェンダーとか来た時に潰されちゃうかなと思うんで早めの判断は結構大事で、スキルも結構いいっすよね。ダブタワンシューワンパー足裏チェイシングスルパー、うん、この指名契約で結構獲得必須級は荒木選手かなと思います。続いて鈴木選手ですね。身長176センチ右利き、攻撃的サイドバックの選手となっております。まあ、鈴木選手はねサイドバック登録ですけれどもフライパスとかスピード生かした右サイドハーフ起用の方がおすすめです。もうスピードで縦突破しながらそのままピンクロ、これでね結構アシストは量産できると思います。まあ、正直守備数値的にねサイドバックを置くと不安っすよね。まあ、なんでスキル面含めてピンポイントクロス、まあ、ロングスローもあるんでサイドハーフ高い位置で使ってみてください。まあ、正直ねショータイムの鈴木さん持ってたら絶対指名契約取らなくていいと思います。で続いてエリソンですね。身長183センチ左利き、ラインブレーカーの選手となっております。 ACL 含めて結構点取ってましたからね。ねとにかくね決定力高いんでもうボックス内入ったら J ベであればガンガン打っちゃってほしいですね。でゴール前とかも結構動き出しのところはいいかなと思います。でラインブレーカーですけどフィジカルも85あるんで、まあ、結構理不尽にまあ、ラインブレイクしながらシュートまで持っていけるかな。裏抜けだけじゃなくてフィジカルでちょっと五分五分のボールも自分のボールにできちゃう結構怪物級フォワードですね。でワンシューとかヘッダーエアバトルもあるんでこれ結構パスうまい OMF とか置けばエリソン J イベだったら無双するんじゃないかなと思います。
で、ラスト南野さんのおすすめ育成ですね。こういう感じが結構ハマるんじゃないですかね。足元数値も結構高めに育成して前線でしっかりこねれてパスも通せる。で、カットインとかしながら、アウトスピンとか今回化しながら、まあ、結構ね、決定力ごまかせるんで、その2つのスキルは。それで得点も狙っていけるっていう、こういう育成が一番使いやすいかなとは思います。ボディバラも結構あるんで、細かいドリブルで仕掛けてってもそう簡単に倒れずね、運べるかなと思うんで、この育成が個人的にはおすすめです。まあ、ただ前登場してたね、日本代表の南野さんとか持ってたら無理に獲得しなくて大丈夫っすね。まあ、週刊南野さんとかだったら他にね、この指名契約で狙いの選手いなければ取っていいっていう感じっすね。ただ週刊持ってたら無理に取んなくてもいいかもしれないっすね。まあ、この南野さんも同様ですね。他の選手に指名契約権回してもいいかなとは思います。まあ、この J リーグ指名契約権まとめると、個人的一番獲得必須級はこの荒木選手にはなってくるかなとは思います。すごい使いやすいと思います。で、まあその次で言うと、この大橋選手か、川崎のエリソン選手かなと思いますね。まあ、ギリギリエリソンの方がラインブレイク力とフィジカルのゴリゴリ感もあるんで、エリソンの方が第2かな、第2獲得必須級星4ですね。星3のね、第1優先はですね、宇佐美選手ですね。宇佐美選手が能力スキル面含めて一番星3であれば使いやすいかなと思います。で、2位はですね、1位宇佐美選手挙げたんですけど、ポジション的にフォワードもう豊富な人はもうこっち長石さん優先的に取ってほしいですね。まあ、最近日本人スカ J スカ始めましたっていう人とか、この間登場してたね、あのショータイムの前川さんとか持ってなければ長石さん獲得してスタメン張っていいんじゃないかなと思います。で、正直この南野さん能力値とかスキルで見たらめちゃくちゃ強いんで、過去版の南野さん持ってなくて日本人スカ最近始めましたっていう人は絶対獲得した方がいい強さになってます。ということで本日の動画はこれで以上となります。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。